エドソン・ラ・ウール・プッチ・コルテスは、チリ・タラパカ州・イキケ出身のプロサッカー選手。チリ代表、ウニベルシダ・カトリカ所属。ポジションは、フォワード。地元クラブのデポルテス・イキケでプレーを始め、2003年に、CD ・ウアチパとのリザーブチームと契約を結んだ。ウアチパとのトップチームで2シーズンプレーした後、 2008年にサンブリーグで優勝したデポルテスイキケに復帰した。2009アペルトゥーラではチームの中心として活躍。シーズン終了後にホルヘサンパオリ監督率いる国内競合クラブのウニベルシダデチレに85万ドルで移籍した。ウニベルシダデチレ加入後すぐにチームにフィットしたが5月に UAE のあるワスル FC に400万ドルで移籍した。あるワスルでは ディエゴ・マラドーナの指導を受けたが、6試合一得点に終わった。2012年、レンタルの形で、デポルテス・イキケに復帰。半年ほどプレーしたものの、ノーインパクトに終わる。一度、あるワスルに復帰した後、再びデポルテス・イキケにレンタルで復帰。しかし選手登録は行われず、練習生として、チームに帯同し2013年1月になって、ようやく選手登録が完了した。 2013年6月、アルワスルに復帰。2014年8月の契約満了後しばらく、無所属の状態が続いたが、2015年1月にアルゼンチンの CA 裏ンに加入。シーズン終了後、チリ代表で指導を受けたクラウディをボルギ監督率いる、ルジュキトに移籍。コパアメリカセンテナリオ終了後、クラブネカクサに移籍。2017年6月、 CF パチューカに移籍。2018年1月、ケレタロ FC に移籍。キリンカップサッカー2009、日本戦で46分に、ホルヘバルディビアと交代シチリ代表デビュー。試合には0から4で敗れた。2015年6月、コパアメリカ2015のメンバーに選ばれたが、負傷のため最終登録メンバーから外れた。コパアメリカセンテナリオでは、 メキシコ戦で代表初ゴールを含むにゴールを挙げ、7から0の対象に貢献した。決勝では80分から途中出場した。ありがとうございます。